まずね、落ちていい量っていうのはね、1週間に 2% まで。あんまり急激に体重落としたら体調崩れちゃうから、はい、今が 63g あるじゃないですか、うん、はい、そうするとこの1週間に 2% までね、はい、ってことは何だろう、 2% ということは 62×0.2 は、そう、1.2g ぐらい、5ぐらいより早いペースで、まあ、1g ぐらいでね、それぐらいのペースで落とすことを心がけて、はい、でもうこういう子はね、あのハムスターセレクションとそのシリアルみたいなやつ、その中のやっぱりひまわりがもう発売してください。ひまわりはなしです、うん、ひまわりとかナッツとか、それが脂肪が多いから、ね、でも美味しいんだけどね、この形にしてみればそれとあとドライフルーツみたいな、ドライフルーツもできると思うんですけど、外した方がいいですか。で食事の時間もね、もう生後6ヶ月過ぎてるから今24時間置いてあるじゃないですか、はい、ない時間を作ってほしい。あ、はい、24時間置いてこにゃで、いきなりない時間をたくさん作る目標は、ごめんなさい、ない時間を今24時間置いてあるから、ない時間がゼロですよね。だからこの目標が16時間、ない時間、ない時間、そんでいきなりこんなにしたらかわいそうだから、まあ1、2時間ずつ、はい、22日、だん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 にね、はい、まあそれ最後8時間まで、そうそうそう、最後は8時間にすると、はい、でこれ残しとく時間は夜がいいんですか。そうで、その8時間のこの置いとく時間は、その時間にお皿でだけでやるんじゃなくて手からも上げてほしいんですよ。だから人間が世話できる時間をこの中に含めてほしい。それで夜でしょ、夜です、うん、だからお休みになる前までにしとくと、例えば夜何時かな、最後に幸せなの夜の10時ぐらいです。10時だとするとスタートを2時にするわけですね、はい、お昼のね、はい、でそれ以外はお水だけにする。でこの間はもう好きなだけ食べさせちゃうということ。これ、ね、分かりました。実を言うとね、人間で今流行ってるプチ断食ファスティングなんですよ。プチ断食っていうことになるんです、はい、で男の子だったら8時間、女の子だったら10時間にしていくと、12時間こうしてご飯食べないようにね、すると体が飢餓状態になりますんで、そうすると全身の血流、血の巡りが良くなるんですよ。そうすると血の巡りが良くなると内臓動きも働きも良くなるし、血流も良くなるし、頭も良くなる、脳の血流が良くなる、そういった働きがファスティング断食効果っていうのが得られるから、そうすると体脂肪も燃えやすいと。だから人間でもこれやってる、よく流行ってる感じかな。だけどいきなりさ8時間にしたらかわいそうですよね。でまた6ヶ月以下の子はまだやっちゃダメだけど、もう6ヶ月過ぎてるから大丈夫です。でそれで そういう風にしていくと、だんだんに時間をね絞ることと、それからちょっと脂肪の多い食べ物、ひまわり、はい、やっちゃダメじゃないんですよ。ナッツ今やってるようなのとりあえず半分 50% 量にするとかね、はい、そういう風にしていくと多分体重が少しずつ落ちてくるかなと思うんですよ、はい、それからあと健康チェック表、この子たち今元気じゃないですか、はい、で体重を毎日測る、はい、わかりました。もし可能なら朝と夜と2回測ってみる。でそのためにはこれいりますね。これ台所で使う測りですから、はい、最近割とリーズナブルホームセンターで売ってますよね、はい、この子専用に、台所と兼用はちょっと嫌なんでね、はい、この子専用にしてもらって、それから次に1日1回は掃除してほしいんです。お掃除してうんちが何個出てるかを数えてほしい。例えばこれ、はい、これは夜から朝まで、ここは朝から夜が2回お掃除して何個出てるかっていうのを数える、はい、何個出ると思います、予想で。結構出てるんですね。結構出るんですよ。その結構出てるのがね、60から100出るんですよ、20時間で。これを確認、そう、これを確認してほしいんですよ。だから体重が一緒で結構な量、うんちが出てれば、まあで見た感じも100あって100の動きしてれば、まあ元気かなと。食欲はね見るの難しいから、まあ、見れたら別にグラム測っといて何グラム減ったか見てもいいけど、ここに貯めるじゃないですか、この形それ出してまた食べてるから、この減ったやつだけでは分かんないですね。あとおしっこもちゃんと出てるかどうか、
か気がついたこと、なんか気がつくことがあればね、なきゃなしでいいですから。だから特に知りたいのはこの体重とうんちの方で、そうするとですね、床が多分この木のチップが前面に引いてあるでしょ。引いてあります、ね、前面に引いたらうんちの数数えるのなかなか難儀なんですよね。だから例えば床がこうだとするじゃないですか、はい、で前面はね紙、キッチンペーパーとか紙とか引いといて、はい、ワンコーナーだけここにチップをなんかお菓子の蓋かなんか置いといて、はい、そんでもチップは毎回取り替える。その方が夏場の皮膚病とか清潔な環境で暮らせるから。今って床ってどれぐらいのペースで取り替えます？全部取り替えるの、取り替える頻度ですか、うん、取り替える頻度は1週間に1度です。ですよね。砂場は2日3日に1回、はい、でね、このうんちね、吸うじゃないですか、はい、これを調べるとね、もう細菌がいっぱい出てます。でそれをね、24時間以上置いておくと繁殖しちゃいますんで、うん、決していい環境ではないかなと思うんで、はい、もし可能は最低1回はお掃除して、はい、その時にうんちの数を出す。でチップももう全部捨てて、また新しいやつを入れてあげると、そう清潔でいいかなと思います。その区切り目ってどういう風にしたの？なんかこういうのを一つ置いといて、ここだけチップを置いておくとか、はい、であとはキッチンペーパー引いてもらうとか、新聞紙とか広告とか、それから紙を引いて、わかりました。それがいいかな。でそれでちょっと1週間ぐらい観察してみてください。はい、わかりました。ね、それでまたちょっと体重見してください。で次回見えた時にこの子たちに予防注射はないんですけど、予防のこと、ここに来てるハムスター、ジャンガリアンはね、モキシデクチン、モキシデクチンっていう薬をね、はい、1ヶ月に1回つけてます。一滴垂らすだけなんですけど、はい、で、そうするとこれ体の表面の寄生虫とか消化管の寄生虫とか血管の中に寄生虫を割と副作用なく予防してくれますので、これつけるのをおすすめします。1回1000円かかりますのでね、はい、で観察表をちょっとつけてもらって、1週間ぐらいしたら その時にちょっとつけたいなと思います。はい、わかりました。でこのモキシデクチンのことをちょっと話ししておくと、この元の薬はイベルメクチンという薬なんです。イベルメクチンが進化してモキシデクチンになって、でこのイベルメクチンってね、5、6年前にノーベル賞を取ったんです。この薬を発見した先生が、たまたま日本人の方で。でなんでノーベル賞を取ったかっていうと、このイベルメクチン、昔から動物用ではあるんですけど、20、30年前に人体用のイベルメクチンを開発、まあ、作って、で人間に使ってたんですけども、まあ、日本でももちろん使ってるんでしょうけど、アフリカとかね、南米とか現地の人たちって、川辺に住んでる人はブヨに刺されて寄生虫感染するんですよ。でそれで線虫、微小線虫ってちっちゃい細長い虫が体の中に入ってきちゃって、それが目に入って目が見えなくなっちゃう、オンコセリカ病っていう病気がすごい多いらしいんですよ。でその人たちにこの WHO としてこのイベルメチンを無償提供したら、その病気がガーッと減って、これすごい薬だね、で副作用もないし、それでノーベル賞を取ったんですね。でそれの進化した薬だから、もっと副作用が少なくて、こういうちっちゃい子にも使いやすいかなと思うんで使ってます。はい、からあと今のコロナにもしかしたら効くかもしれない、作用基準全然違うからあれだけど、効くかもしれないっつって治験はしてるみたいだけど、そんな話題にならないから多分効かないんだと思うんですけど、まあ、そんな薬、その系統の薬ということです、はい、今日はつけません。からあともうちょっとだけいいですか、喋って、はい、社長来てもらったからしつけ、はい、しつけしてください。でしつけの基本はね、2つなんです。2つ、1つは手で食べさせる、主食をね手で食べさせる、で手で食べたら褒めてあげる、偉いねって言葉で褒める、が体触って、これがしつけの基本です。そうすると食べてない時間を作っていくと、お腹空いてるからさ、最初ちょっと食べたいじゃないですか。でそういう時にハンドフィーリングして褒めてあげる、そうするとこれすぐできるという形です。で手で食べれて褒めれるようになったら3つやってほしいんです。1つは名前がついてるじゃないですか、はい、チップちゃん、名前を呼んでアイコンタクト、アイコンタクトしてもらって、まあ、持って目と目を合わせた瞬間にハンドフィーリングして褒める、1番ハンドフィーリング、2番褒める、できそうですよね多分。では次、おいで、短い距離でおいでしてきたらハンドフィーディングして、偉いねって褒めて体触ってあげる。
3番目はクレートトレーニング。クレートトレーニングっていうのはちょっと難しいことだけど、これクレートってハウスってことなんですよ。だからハウスって言ってハウスができるようにしよう。やり方は、はい、これがハウスとしますね、はい、まあ、扉がまあ例えばこう開くとして、おいでってってハンドフィーディングして偉いねって褒めますよね。そしたらキップちゃんが見てる前でちっちゃな器に食べ物を入れてハウスの入り口の近いところに置く。でここでちょっと待たせる2、3秒、2、3秒待たせてハウスって言って扉開く。大丈夫？寝ちゃったの？眠そうですね、うん、2、3秒待たせてハウスって言って扉開く。そうするとどっか行っちゃうかもしれないけど、もしかしたら入って食べるかもしれない。入って食べてくれたらそこで強化してほしい。強化はしつけの基本、ハンドフィーリングして褒める。でこれができたら、この食器の位置を真ん中辺、奥の辺に置いて数秒待たせてハウス。どっか行ったらダメだけど、入って食べてくれたらご褒美あげて褒める。そういうことをやりながら、で最後はだいぶできるようになってきたら何にもなしにしといてね、ハウスって言ってすぐだけ入ったらご褒美あげて褒める。すごい。そう、せっかくだからぜひともやってほしい。そうすると例えばさ、爪切りなんかでもさ、そのハンドフィーディングできる子はハンドフィーディングしながら爪切りすればやりやすいかなと思います。そうですね、ありがとうございます。買うのが初めてです。そうですか。だからせっかくだからやってください。で食事は最高のトレーニングチャンスだから、ただ置いとくだけじゃもったいないんでね、食事を使ってハンドフィーディングしたり、ね、お家とかプレートトレーニングとかぜひともやってください。そうすると病気した時でもさ、治療しやすいですよね、あの手に慣れてる、ね、そうですね、はい、ただしあのうんちとかよくするからさ、ね、20時間で60個100個するわけだから、ちょっと持ってないのにうんちする可能性あります。だけどそれは決して綺麗なもんじゃないから、この子触った後はやっぱり手洗いをしっかりやってほしいですね。特に線虫類はあのそう、小学校6年生以下の子はあの大人も感染する確率ありますけど、ちっちゃい子はやっぱ感染して体内免疫することがあって脳に行くことがあるんですよ。だからそう、9歳6歳だからあの手洗いを絶対やるように、触ってもらって全然いいんですけどね、終わったら手洗いをしよう、手洗いとできればもう今アルコール消毒しますよね。そういうのをするのを習慣づけてほしいかなと思います。よろしいでしょうか。いっぱい喋って、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそちらに戻しましょう。ごめんね。すごい、もうパッと見て大きいもんね、かわいいけどね、ぽっちゃりしてると。で、一回止めます。